まず第一にですね、幸福というものは極めて大切なんですよ、人生で。はい。だって幸福であればいいと思って人生を送ってると言ってもいいんですよ。ところが幸福についてほとんどみんな考えてないんですよ。そうですね。この矛盾がすごく大きいわけですよ、うん。で、幸福はちょっと聞きかじるんですよ。なんかちょっと本読んだらこう書いてあったとか、聖書読んだらこうだったって聞きかじって、それでそれを実施するんで変なことになっちゃうんですね。それで、まあ、結婚生活もそうなんですけども、こういった、それから会社における人間関係もそうなんですが、本当に我々の人生を左右するような重要なことを全然勉強しないで聞きかじっちゃうんですよ。また聞きかじるから余計いけなくて体系的じゃないわけですよ。はい、で僕はもったいぶって言ってるように思うのは、なんでそうかっていうと、そのいやこれは幸せだと思えばいいんですよとか言うと、それがヒントになっちゃうんです。はい、そうするとそれでこう、あ、幸せとはこういうもんだとかね、夫婦を愛し合えばいいとか、そういうふうになっちゃうわけです。ところがさっきのあったように、女には女の欠陥がある。男には男の欠陥がある。それが目立たないように夫婦をやらないと、夫婦というのは削れするわけですから。だから、その割と奥が深いんです。そうですね。奥が深いのが2つ勉強しなければならないことがあってですね。一つは構造論なんですよ。はい。つまり幸せは構造があるんです。でも、多くの人が幸せは構造として捉えてないんですよね。構造があるから1回、2回、3回、4回っていう組み立てがあって、それを順次、算数で足し算を引き算やってって、割り算やって、方程式やってっていうふうにやっていかないと、自分の、本当に幸福って難しいから、自分の幸福に到達しないんですね。うん、で、今度あなたが、なんか、11月13日。うん、そうやってくれるっていうから、ね、じゃあ、そこはまとまって1時間半ぐらい話せるから、はい、それも僕の一方通行で、質問じゃなくて一方通行で話せるから、はい、幸福の構造論をやりますとあなたに言ったと思う。そうですね。幸福の構造って何ですかとあなたが言ったような気がする。っていうことは、幸福に構造がある、つまり幸福にも、そのピアノだって最初はバイエルから始めてっていう構造があるわけですよ。はい、そういう一つ一つの構造、まあ、スポーツもそう、全部そうですよね。だから、その構造を、そのまあ基本的に理解するのはちょうどまあ半年以上やったんで、はい、参加される方が構造というものがどういう構造なのか。そうですね。もう一つは構造の中身ですね、そのピアノでも自転車でも初めてすぐうまくやれるっていうのは限らない。頭ももちろんそうですから、まあ、物理学にしても英語にしても、まあ、ボーイズから初めてだんだん行くわけですね。はい、ですからその気持ちが非常に重要で、それでその1回2回3回4回という構造をしてる、その構造を一つ一つ自分が得得するにはどういうことが必要だってことを日常的にこう考えていったり、知識をやったり、議論したり、他人の行動を見たりしないとなかなか満足な状態にはならない。この前ここだったかな、武田先生はなんでいつもニコニコしてるんですか、こんな厳しいこと言ってんだよ。これね、何かあったらね、その幸福の構造が分かればね、はい、現実に自分が触れてることと違う心境にいるんですよ。自分は幸福の構造の中にいますから、はい、外のこととは一応独立してるんですね。ですから人間関係も崩れないし、そんな嫌なこと言ってなんでニコニコしてるんですか、いやそれ違うんだと、僕の座ってるところが違うからっていうことなんですね。いやもうそのさっきの今のお話しただいたこう幸せっていうのは独立してるっていうですね、その結局こう一般的に言われてる幸せっていうものが、そのお金とか人間関係恋愛家族全部くっつけてみんな幸せって考えるんですよ。そうだからこのご質問にあった通り、こう今が幸せって考えてるその幸せって、そう自分が考えてることが、じゃあ本当にそれが心からそういうふうに思ってるか思ってないかも、またそれはその人の尺度によって変わりますよね。だからこう結構幸せ砂時計村のオンラインサロンをやるときに、先生にじゃあちょっと、村民の5か条、幸せ5か条をちょっと考えましょうとかって、でね、感謝しなさいとか笑顔であるとかで、そういう話をしたら武田先生が、いやもうそんな全然関係ないと。
要はその感謝しなさいっていうね、人に感謝するって言ってありがとうありがとうって言って、でも本当にその人に対してありがとうって思うその手前の自分の元があるわけですよね。そうですね。でこの元があってそのありがとうっていうその種類がこう変わっちゃうわけなんですよね。そうだからその結果論でそういうふうにそのじゃあ感謝するとかね、お金をがあるとか、ね、幸せな家族を持ってるとかっていうふうにいるけど、その手前の自分のある状態からそのどういうその自分 の, その人生があるのかっていう、まあ、ここがですね、あのこう武田先生といろいろこの、ね、砂時計議論したりとかしててもですね、まあ本当にねこの4回っていうのは難しくてそ う, なんです。もうそうだから結構こうじゃあ4回につね、新しくオンラインサロンにこう入られた方もですね、こう、4回について先生が説明されたそう、ね、動画とか回を見せてくださいとかって言われるんですけど、いや今までまだ全然話してませんもうあたかも話したかのようにですね、今それ4回ですね3回ですねとか言ってるんですけど、まずその、そこの構造を分かってないと、まあ、まず分かった上で自分がそのどの状態にあるのかっていうのが、まあね、自分が1階に降りてきたり、たまには2階に行ったりとか3階に行ったりとか、そういう時は常にあるわけですけど、でもその独立した存在として、幸せっていうものをこうあるっていうふうに見れば、まあ、武田先生のようにいつもニコニコするとあれほどね、人間関係が非常に重要なのに人間関係についてもあまり時間をかけて勉強したりこう教えてもらったりすることがない、はい、で昔はまあ週に1回お坊さんのところで聞くとかそういう話で一応それが補われてましたけど、今は本当にそういうのがなくなっちゃったんですよね。そうですね。ですから本当にあのネットなんかから入ってくる断片的なものでやるので余計混乱して苦しい思いをすると。だけど振り返ってみれば人間関係があっちのちじゃ人生が常に幸福でニコニコして腹も立たない楽しい生活を送るというような毎日になったらいいなとみんな思ってるのにあまり時間をかけないというね。それから僕は小崎さんがやってるのをごまするわけじゃないですけど、僕の話聞いたりお互いに議論したり、まあ、そういうことを通じてじゃないとなかなか本質がわからない。それはピアノを弾くんだったら鍵盤がいる、自転車を上手くなったら自転車がいるのと同じなんですね。はい、ね、はい、まあなのでね、ちょっと11月13日の幸せ構造論セミナーですね、まあ東京でやる予定なんですけどまあ興味ある方ですね、この概要欄の、ところにですねリンク貼り付けておりますので、そちらからぜひ、参加いただければと思います